後あの徐々に解消に向かうことを願いたいんですが、この電力が回復するという時にも気をつけなければいけないと思います。そうですね、あの電気の復旧に伴ってですね、あの揺れで倒れたような電気コンロですとか暖房器具が復活してですね、そこからあの出火してしまうという恐れもありますので、必ずそういったものはあの倒れたものを元に戻すこと、あとまあ損傷した配線とかから出火する恐れもありますので、そのあたりも確認していただいた上で、停電している間にブレーカーを下ろしたりですとか、器具のコンセントを抜いておくということをお願いしたいと思います。